どうもこんにちは、モータージャーナリストの岡本浩一郎です。ランドローバーディフェンダーに新しい仲間が加わりました。一つはショートホイールベースの90というモデル、そしてもう一つがこちら、すでに日本に導入されているロングホイールベースの110にはですね、3リッター直六ディーゼルエンジンプラス48ボルトマイルドハイブリッドシステムを搭載したモデルが加わりました。今日ですね、コンディションとしては非常に厳しいんですけれど、雨でも泥でも何でも来いっていうのが、ディフェンダーです。オンロードだけでなくオフロードも走ってディフェンダーの実力を試してみたいと思います。1年前に導入された2リッター直四のガソリンモデルのスペックが300馬力で400ニュートンメーターでした。それでも十分、スペック的には十分で、走ってもそんなに不満は感じなかったです。2リッターでこの 2.2 トン以上もあるような車大丈夫なのかなと思ったんですけど、意外とストレスもなく走れて、それはそれで良かったんですけれど、今回ですね、この3リッター直六ディーゼルプラス48ボルトマイルドハイブリッドシステムですよね。これに乗るとですね、断然こっちかなっていう気がちょっとやっぱりしてきちゃいます。もう走り始めがですね、まず48ボルトマイルドハイブリッドシステムが効いて、思ったよりも軽やかに走り出せる。そしてエンジンが300馬力で最高出力は同じなんですけど、トルクがですね650ニュートンメーターとですね、もう圧倒的に強力なんですね。1500回転からもう最大トルクを出すということでですね、回さなくても力があって、そして発足 AT が余すところなく引き出してくれるっていう感じですね。そのあたりもありまして、ちょっと踏みますとこうぐっと力強く押し出される感じがします。エンジンサウンドがですね、やっぱり直四と直六だとですね全然違うんですよね。この奥ゆかしい重厚な感じですね。このサウンドもまたこのディーゼルモデルの魅力ですね。ディーゼルモデルはですね、ガソリンモデルに比べて車重は180キロ重いです。やっぱりディーゼルで2気筒増えてるのと、ディーゼルだと補給もいろいろつけなきゃいけないんで、それなりに重くなってます。マイルドハイブリッドシステムも多少はその車重増にも影響ありますけれど、それで180キロ重くなってますが、走ってみると全然その重さっていうのは感じないですね。そしてボディ剛性が高いんで、ちょっと荒れたような路面走ってもこのエアサスも効いてですね、こう路面を舐めるようにいなしてくれて、こうフラットな姿勢を保ってくれます。だから目線のブレが少ないですよね。これ高速道路で巡航するロングドライブなんかの時も本当疲労感が少なくて済むと思います。オフロードを走ってみたいと思います。まずですね、テレインレスポンスを泥わだちのモードを選択します。今砂利の上を走っています。路面がですね結構激しい凸凹なんかもあるんですけれど、プラットフォームが今まではラダーフレームだったんですけど、モノコックになりました。モノコックになってオフロード大丈夫なのって思うかもしれないんですけれど、実はですねこのプラットフォーム結構すごくて、ラダーフレームで最高レベルと言われるものに対してねじれ剛性が約3倍の高さを持っているということで、相当高剛性です。で、剛性が高いと凸凹、激しい凸凹の上を走ってもですね、こうガツンってですね激しい入力になって伝わってこないっていうキャビンにですね。それで特徴的装備、こちらクリアサイトビューですね。これですね、ボンネットの下があたかもこう透けて見えるかのような視界が得られます。これがですねオフロード走るとき本当重宝するんですね。これ画期的ですよね。そしてこうサスペンションが今どれぐらいストロークしてるかとかいうですね、オフロードを走る上で必要な状況もこちらに表示されます。ただいまですねちょっと上り勾配のところ走ってます。で、路面も非常に滑りやすいです。で、こういう状況のところでもアクセルペダルに少し力を込めていくと、こうじわーっと登っていってくれます。
ただいまですね、ローレンジに切り替えました。この通りですね、ワンタッチでこういうところでも走れるようなローレンジに切り替えることができるのも特徴の一つですね。これですね、もう今降り続く雨でですね、もう下がもう路面がぬたぬたになってますね。さあ池です。これがですね、どれぐらい深いか分かんないんですけど、ちょっと入ってみます。はい、今ですね、それどれぐらいの水深のところに入るか、こちらに表示させることもできます。今水中走行検知モードですね。あ、そんなに深くなくてよかったんですけど、はい、あ、本当だ、アンダーステアだ。なるほど、ローレンジでこの岩場モードだとデフが効いちゃって、ちょっとアンダーステアになるそうです。それでもですね、このローレンジにしてアクセルペダルをパーシャルでこうじわっと力をかけていくと、その通りにちゃんとこの滑りやすい路面でもですね、グリップして前に進んでいってくれます。このディフェンダーっていう車、まずはやっぱりデザインに惹かれて興味を持つ人多いと思うんですけどですね、まあ、デザインはもちろんこの見ての通り、外観も内装も非常に雰囲気たっぷりでですね、21世紀のディフェンダーとしてふさわしい、とっても良い仕上がりになっていると思いますけど、加えて走りがですね、これ想像以上、期待以上ですね。でそこに今回こうして新しい魅力が加わったということで、大いに歓迎したいと思います。ちょっと先に待ちきれずにガソリンモデル買っちゃった人もいると思うんですけれど、もうそういう人でもですね、ディーゼルもう買い替えてもいいんじゃないかなって思うぐらい、そのぐらい良い出来栄えでした。ディフェンダー110のディーゼルモデルに試乗いたしました。まあいいだろうなとは思ってたんですけれど、本当に良かったです。もう非常にトルクフルで乗りやすく、そして走りが上質でした。まあこういう車なんでですね、もう見た目もこういう車なんで、でディフェンダーっていうキャラクターからしてもディーゼルとの相性はいいだろうなと思ってたんですけれど、本当に良かったと思います。ディフェンダーガソリンモデルもいいんですけれど、ディーゼルはより本命かなというふうに思いました。